皆さんこんにちは、奈良岡日子です。で今回の動画は最近の購入品紹介ということでね、 ZOZO タウンでございます。 ZOZO タウンといえばね、私がよく行く赤羽にあるオカマバーがあるんですけど、そこのママゆうこりんがなんかびっくりしたりとか、うーわ怖ーとかっていう時に ZOZO タウンって言うんですよ。なんでそれだけでも覚えて帰ってもらえるかなって思います。ということで、この感じ見ていただければ分かるように、今日はだいぶ緩めの購入品紹介です。ZOZO タウンがね、もう終わっちゃったかな？本当の本当の最後のファイナルセールみたいな感じで、だいぶ安くなってましたね。最大本当、90% オフじゃないけど、私が買ったものに関しては多分 75% オフとかになったものとかあったので、めちゃめちゃ安く買いました。で、買った点数的には 4.5 点ぐらいなんですけど、結構デカめの箱で届きましたね。というのも今回靴が多いので、結構大きめです。お、入っております。入っております。買い物した時ってこういうテンションの高さになりますね。おー、靴だらけだ。同じブランドのね、サンダルを1、2、3個。買いました。これヘンリーヘンリーっていうブランドなんですが、これ元々のお値段がすごく安いサンダルがねたくさん出てて、まあ3000とか4000とかすごい安いんだけど、それがさらに 75% オフになったからね、842円のやつと1053円のやつ、靴でねお安いものって若干不安要素があるんですけど、私このサンダル去年から愛用しててすごい便利です。もうね、楽すぎる。ちょっとそこまでよっていう気持ちで買ったサンダルなんだけど、もうね、ちょっとそこまでじゃない。もうどこまでもいける。1個目。お、かわいいよ。これかわいいよ。これ元ね、3900円プラス税なんですが、よいしょ。かわいい。キラキラ。超シンプルなサンダルなんですが、ここちゃんとカーブとかあるので、もうすごいね、楽なんですよ、歩くので。ここもね、ふわふわっと、程よいクッション性があって、これ私黒を持ってたんだけど、ちょっと汚れてんなこれ。なんだこれ、ちょっと汚れてるぞこれ。なんだこれ、まあいっか。インソールだからちょっとあんま気にしません。ホワイトベースにここゴールドなんですが、このゴールドがすごいね、淡い、もうさりげないゴールドで、こんな金っていう感じじゃないので、肌なじみいいなと思って買いました。あー、かわいい、かわいい、すごいかわいいわ。ねー、すごい、かわいいでーす。本当に足のフィット感が半端じゃないんです。これ1000円は激安だと思って。まあ元値がもうそもそも安いので、わざわざセールじゃなくても買ったんだけど、まあ1000円で買えたらそれ3足買うよね。ヘンリーヘンリーはどこで取り扱ってたかな？多分ジャーナルスタンダードとかに置いてた気がする。前買った時は私店舗で買ったんですけど、あ、これもね、ちょっとさっきのと似てますけど、これも、ほら、ホワイト。ホワイトなんですが、こっちをひっくり返すと、キラキラなの分かりますか？ここキラキラ。ただ、これ怖いなって思うのが、歩いてるうちに擦れることによって、このキラキラの粒が、おそらく、取れます。もうすでにここにも結構取れてるんですけど、さりげないキラキラがめちゃ可愛いです。今回ちょっと白ブレスの2つ恒例で買っちゃったから、1個取っといて来年の夏にちょっとね、取っといてもいいかなと思います。そして、もう一つ。よし、おやいやいや。こちらは、じゃーん、ブラックです。ブラックはブラックなんですが、このベルトの部分、ちょっと黒子調になっています。ちょっとピカッとするような素材で、なんかこうエナメルっぽく見えるかな。これすごいかっこいいです。まあ、黒なのですごい使いやすくて、私が今でも使ってるヘンリーヘンリーのサンダルもブラックなので、まあ、同じようなデザインではあるんですが、この黒子っぽいものではなかったので、ちょっとパターンを変えてみました。そしてこれが一番いいサイズです。800円。安い。ただこれなんか私最初もう一回見てみたらもう売り切れになっちゃったんで、すいません、欲しい方はすいません。ということでヘンリーヘンリーは以上の3色で、あとこんな帽子も買いました。これも安かったよ。多分これね783円です。超シンプルキャップです。どうすか、シンプルシンプルで可愛いんじゃないでしょうか。なん
かこういうこうなんていうの、ここの服がさ昔はこうもっこりしてるようなニューエラっぽいキャップが多かったですけど、最近女性も男性もこのコットンっぽいこうふっと楽にかぶれるキャップが流行ってますよね。これね髪の毛もサボサボも外出るときに楽でいいです、いいです、安い。これ元値でも3000円とか4000円くらいするんですよね。でバックル部分がこんな感じでちょっとくすんだゴールドになっていて古着っぽさも感じますね。ニューハッタンっていうところのものです。この素材だったらあまり気を使わずに使えそうです。エロかぶりしても可愛いんじゃない？女子がかぶってるエロかぶり好きなんですよね私。なんかこうすごい緩い感じも出ますし、でもこれ可愛いんじゃないでしょうか。ただ私は鏡では確認しないので、もしかしたらめちゃくちゃ似合ってない可能性あるけど、でこれ私はこのシンプルのねブラックを購入したんですけど、ニューハッタンの帽子カラー展開めちゃめちゃ多かったです。100色ぐらいあった気がします。黒から白からもう赤青黄色緑オレンジ、オレンジでもくすんだオレンジ赤レオレンジみたいなめっちゃ色あったんで、これ何色か欲しいなと思ったけど、まあ何かあってもかぶないかなと思ってとりあえずで黒を購入しました。そして最後も靴です。こちらリーボックですね。リーボックの靴は私は意外と初めて買いました。これはデザインに惹かれて買いましたね。割引率で言ったら今までの4点よりかは低いです。ただ安かったですね。これは5000円ですね。5292円です。こんな感じです。かわいい。あ、合皮じゃない、レザーです。そしてここジップアップのデザインになっていて、ジップがかっこいいんですよね。シルバーのジップにちょっとこのソールの部分はきなり色っぽくなっていて、かかとの部分ここがかわいいんです。ここゴールドになってます。なんかこのサンダルとちょっとリンクしてますね。白とゴールドの組み合わせ私とても好きで、ついつい目が行ってしまいます。このカラーだったら多分季節問わず履きやすいなと思って買いました。パッと見はこれリーボックなのか何なのかよく分かりません。なのでそこもいいポイントだなと思います。他の洋服にもロゴが入ってたりする、もうロゴとロゴでちょっとねやかましいと思っちゃうので、これぐらいさりげなく入ってくれてるあのロゴは嬉しいなと思います。このカラーリングがダントツで私は可愛いなと思いますね。可愛いね。おまちゃん、あのヘンリーヘンリーの箱に入ろうとしないで。はい、ということで靴4足と帽子1個でなんと9223円でした。安いね。まあ、ほぼ半分はこのスニーカー5000円だったので、あとのサンダルがやっぱり安い。ヘンリーヘンリーがすごい好きなので、でヘンリーヘンリーもともと安いからそもそもセールにならないアイテムなのかなと思ってたらセールかかっちゃうんですね。ゾゾタウン恐ろしい。ゾゾタウンということでね、まあ、ちょこちょこ私もゾゾとかネットの通販見てるんですけど、まあ、今の時期って本当にもう季節の変わり目なので、もうとにかくセールになるもの多いと思います。ただ、まあ、残ってるものっていう風になっちゃうので、まあ、自分が本当に欲しいものって意外となかったりするんですけど、まあ、なんかこれは欲しいって思ったらもうポチってしとくとみたいなんでしょうか。はい、ということで最後まで動画見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォロー、インスタグラムのフォローなんかもしてみてください。太郎かにこでした。バイバーイ。